花火打ち上げの前後は万代橋などは両脇の歩道が一方通行になります。また欄干のそばにはこのような鉄の柵を置いて近づかないような対策をしています。明日3年ぶりに新潟祭りとして実施される花火の打ち上げ、感染対策として密を避けるため打ち上げ場所を3箇所に分散、観覧エリアが拡大されました。また実行委員会は韓国で多数の死傷者が出た群衆雪崩が起きたことを受けて混雑などの安全管理を徹底することを確認しています。橋には一定間隔で警備員が配置されます。実行委員会は警備員に観客が立ち止まらないよう呼びかけることを周知しています。